歪みディストーション、オーバードライブエフェクター、オーバードライブ母子射精コンパクトエフェクター、OD-1 音響機器における、オーバードライブとは、楽器用アンプなどにおいて、電子楽器から、過大な出力電圧が加えられるか、アンプ回路内部で過大増幅に陥った際に、回路性能の限界で飽和し、出力音が歪んでしまう状態を指す。オーバードライブとは、酷使、過負荷の入れ、 増幅回路にとって異常な動作状態を指す用語である。競技では電子楽器の音をいわゆる歪んだ音色に加工するエフェクターのうち一分類を指す。競技のオーバードライブユニットはエレキギターで最も多用されるがエレキベース、電子オルガンなどにも利用されるほかボーカルのエフェクトとして用いられる場合もある。三曲の真空の構造年代半ば 以前における楽器用に用いられる真空管アンプはアンプの許容範囲を超える出力電力に設定するとオーバードライブを起こしアンプから発する音が歪む構造であった。1960年代半ば以降はこの音色を獲得するために意図的にアンプを大音量に設定し、主にロック音楽を中心に表現の一部として積極的に利用するようになった。 エレキギターなどの音響信号を増幅するギターアンプに課題入力を与える、またはアンプ側で課題増幅を行い、アンプを酷使することで歪んだ音色を得ることが一般的だったが、アンプ自体の負担も大きく故障の原因になることや、結果的に大音量となるためアンサンブルに支障をきたすことなど問題点はあった。そのため、改造や回路の変更によって任意の音量下でも、 容易に歪みが得られるよう制御しやすくなったアンプが登場することとなる。歪んだ音色を得て、個別に調整する目的で、増幅回路を多段化し、オーバードライブを得る電圧増幅弾の増幅率、調整の部は、ゲイン、オーバードライブあるいは単に、ドライブと表記され、課題になった出力音を抑制すべく、マスターボリューム、またはマスターと表記される。 電力増幅弾の増幅率調整の部も設けられるようになった。その後、1970年代にこのようなオーバードライブによる歪みを意図的に生じさせる、もしくはその歪んだ音を意図的にシミュレートする音響機器が登場する。これらコンパクトエフェクターにおけるオーバードライブはゲイン、ドライブ、マスターの部といった機構を持たない主として、 安価なアンプを用いる際に歪みを得る目的で開発されたクリッピング波形の種類ソフトクリッピングとハードクリッピングオーバードライブは前者と関連付けられることが多い一例としてボスのエフェクターを見ると非反転造副回路を形成するオペアンプの出力側にクリッピングのダイオードを挿入しているものにはディストーションの名称が用いられておりオペアンプの基幹回路に クリッピングのダイオードを挿入しているものには、オーバードライブの名称が用いられている。ただし、増幅回路の出力側に置く、クリッピング素子がダイオードでなく、真空管やヘッドである場合には、よりアンプの歪みに似せている、という意図を込めて、オーバードライブとネーミングされている場合が多い。セベントヘブン回路図。DIY f ライフ自作とかのブログ。 2016年12月6日閲覧。レッドリャマカイロズ。ビビスオーディオリサーチ。2016年12月6日、閲覧。ボス DS-1 回イロズ。ホームメフックス。2013年10月2日閲覧。ボス SD-1 回イロズ。ホームメフックス。2013年10月2日閲覧。ありがとうございます。